ミクロオーディエンスではミクロオーディエンスと表記されているため本記事でもミクロオーディエンスと表記する。ミクロキッズシリーズで活躍したウェイン・ザリンスキー博士が今年の発明家大賞を受賞することになった。ゲストはイマジネーション研究所で行われる受賞式に参列者として参加する。いよいよ受賞式が始まるがザリンスキー博士は出てこない。 仕方なく別の発明を紹介するが、バーチャルペットマシンを使って、猫がライオンになったり、アダムがペットのネズミをコピー機で大量にコピーしたりと、パニックの連続。ようやく、ザリンスキー博士が登場し、ミクロマシンが登場するが、ミクロマシンのレーザー光線が、ザリンスキー博士の息子、ニックと客席に当たり、ミクロサイズにされてしまう。 プレショーのニュース映像で、ハットリマコがチャニング会長に新聞を見せる場面で、子供を巨大化させた胸が語られることから、ジャイアントベビーの後に設定されている。ミクロキッズさんの内容については、触れられていないため、前後関係は不明。なお、ミクロキッズさんは、オリジナルビデオ作品であり、少なくとも、日本では劇場公開されていない。日本での、 ミクロキッズさんの販売開始は東京ディズニーランドでのミクロアドベンチャー。オープン1ヶ月前の1997年3月である。役名2009年にマイケル・ジャクソンが死去したことを受け、ディズニーパークではこのアトラクションを休止し、マイケルが主演していたキャプテンエオを再演している。ちなみに4つのパークにあるこのアトラクションはすべてキャプテンエオの跡地を使っている。 ありがとうございます。